アメリカ軍が保有する軍用機1時間あたりの飛行コスト、やはり戦闘機では F-22 ラプターが突出して高額を詳しく見ていきますね。やっぱり F-35 戦闘機が結果安いような気がする。部品などの供給も安定ですからね。アメリカ国防総省、通称ペンタゴンの開示情報からは、2020年度のアメリカ軍保有の軍用機に、ついの1時間あたりの飛行に必要なコストの目安を算出することができる。あくまでも、アメリカ国防総省に請求される飛行コストを基準に、これを1時間単位に割り戻した数値であり、作戦運用時のコストは、ここからさらに上昇することにはなるだろう。それでも、現行のアメリカの軍用機についての配備数やこれまでの時間の経過などから、おおむね単体の機種のコスト算出の目安、参考とするのには意味のある数字ではないかと思われる。まずアメリカ空軍の戦闘機であるが、F-15 イーグルの C 型が 2.25 万ドル、D 型が 2.17 万ドル、E 型が 1.74 万ドル、F-16 ファイティングファルコンの C、D 型が9000ドルとなっている。同様に、F-22 ラプターは、A 型が4万ドル、F-35 ライトニング2A 型が、1.7 万ドルとなっており、収益数が200機弱とごく少数で交換部品等も高額と考えられる F-22 ラプターが想定通りの金額だ。次にアメリカ海軍及び海兵隊だが F-16 ファイティングファルコン A、B 型が 1.6 万ドル FA-18C、D 型が 1.8 万ドル E、F 型が 1.3 万ドルと、空軍に比べれば F-16 の高額差が目立つ。また、F-35 ライトニング 2B 型は 1.7 万ドル、C 型は 1.3 万ドル、AV-8BC ハリアー派 1.4 万ドルと、F-35 ライトニング2に関しては、空軍よりも若干コストが低いようにも見える。参考までに、こうした戦闘機よりも、はるかに巨大な爆撃機では、B-52 が 3.6 万ドル、B-1 が 4.2 万ドル、B-2 が6万ドルと巨体、エンジン搭載数に、比例した高額差であることが、伺える数値である。総じて、全体的な印象で見れば、空軍の F-15 イーグルが第5世代戦闘機である F-35 ライトニングによりも高額であることが見て取れ、数の少ない F-22 ラプターに次ぐ費用の高さが目につく。ここまでに、未だ8機の契約とはいえ、順当にいけば、総数で144機の導入が、召される F-15 イーグルの最新版、EX 型が、その場合にコスト的に低下するのか否かも、大いに注目を集める点になるだろう。そして、やはり、第5世代戦闘機の先駆けである F-22 ラプターの高額差は、突出しており、近年の F-35 ライトニング2のように量産効果で、低下することも考えづらく今後も上昇していくと想定される。アメリカ軍では詳細は伏せられているが、実はすでに第6世代戦闘機にあたる次期戦闘機の飛行も行っていると明かしており、これをデジタルセンチュリーシリーズと喧伝している。これは
ジェット戦闘機の黎明期にあたる1950年代に矢継ぎ早に、新型戦闘機を投入した、いわゆるセンチュリーシリーズの、現代版にあたるものだと、そのコンセプトが語られている。このデジタルセンチュリーシリーズは、近年開発に時間と膨大なコストを投下し、30年以上もにわたって導入した戦闘機をアップデート、維持する方針を改めるものと位置づけている。具体的には、デジタル設計技術を駆使し、8年単位で新型機を投入、4年ごとのアップデートを繰り返しながら、最長16年で運用年数を終了させ、トータルでのコストを引き下げるという。未だ、実機の披露も行われていないため、本当に、この計画から生み出された。新型戦闘機が何時実戦配備されるのか等し、不明な点は多いが、F-22 ラプターとは真逆のアプローチではあるようだ。こうした新たな戦闘機開発のコンセプトが示される一方で、中国の追い上げを受けつつあるアメリカ軍では、今後の戦闘機をめぐっての迷走ぶりを示す報道も一部で報じられている。これは、この2021年2月にアメリカ空軍の現役参謀総長ブラウン・ジュニア氏が、内輪の専門誌のインタビュー内で、安価で、かつ新型の戦闘機を希望したことに端を発し、これを経済誌、フォーブスが取り上げたことによる。フォーブスの記事では、先のブラウン・ジュニア、参謀総長の発言の意図が、現在、モジュラー戦闘機として、アメリカ軍で調達中の F-35 ライトニング2を、否定する意味合いがあると、紹介したのだ。このフォーブスの記事は多くのインターネットメディアでも拡散されてしまったため、現のブラウン・ジュニア参謀総長はこれを曲解だと否定する声明を出し、F-35 ライトニング2の有用性を改めて示した。確かに、ブラウン・ジュニア参謀総長は F-35 ライトニング2を否定する発言はしていなかったが、これより、先進性や性能では、ホテル 4.5 世代機もしくは、プラスアルファの戦闘機を欲してはいるようだ。この条件であれば、まさに F-16 ファイティングファルコンが真っ先に、合致するように思えるのだが、ブラウン・ジュニア参謀総長は、その案を直接の、名指しで否定しており、物議を醸している。これは、F-16 ファイティングファルコンは、F-35 ライトニング2と同様に、ロッキード・マーチン社製の戦闘機であり、同社の戦闘機市場の、寡占化を案に批判する目的があるので、鳩の憶測も呼んでいる。